戦杯、成立。武器に戦技と属性を付与できる戦杯。付与戦技は以下、付与属性は神聖。戦技、成立。黄金律原理主義の騎士たちの戦技。敬礼とともに、武器に生成を付与する。特に、死に生きる者たちに効果が高い。すべての近接攻撃武器に使用できる。実際に使用してみよう。かっこいいポーズを取った後、武器が光る。説明にあったように、武器に生成が付与されている。生成が付与された武器で、死に生きる者に攻撃すると、強力なダメージを与えられ、撃破した後、すぐに消滅するようになる。本来であれば、このように、魂が残り、魂も攻撃しないと、生き返ってしまう。成立は、死に生きる者に効果抜群なのだ。しかし、この戦杯、一部の武器には装備できない。もう色の単位で強化する武器。いわゆる、固有の戦技を持った武器には装備できない。また、この戦技以外にも、アイテム、聖油や、祈祷、聖律の剣など、武器に生成を付与するものは存在するが、このように、一部の武器には付与できない。はずであった。実際に、ご覧いただこう。別の武器で戦技成立を使用し、武器を持ち替えると、はぁ、7777、生成が付与されている。なんでやねん。そう、別の武器で戦技成立を使用し、武器を持ち替えると、その武器にも生成が付与されるのだ。そしてその武器は、本来、生成が付与できない武器でも可能なのである。アセヒト諸君は言うだろう。トマトちゃん、それ本当に付与されてるのかっぴ？と。今から試す。付与されている。死に生きる者がそのまま消滅したので、生成は付与されていることがわかる。なお、右手の武器を持ち替えても持続するようだ。時間が経過すると、効果は消える。これ、戦技以外でもできるのだろうか。祈祷、聖律の剣で試してみよう。付与されない。祈祷で付与した後、武器を持ち替えると、消える。同じく、聖油においても、付与されない。そう、通常であれば、エンチャントした武器を持ち替えると、効果が消える。しかし、なぜか、戦技成立は、付与されるのだ。これはやばい。この状態で、他の武器を装備したらどうなるのだろう。付与されとる。戦技を使った時に装備していなかった武器も、付与される。戦技のついた武器を外しても、付与されたまま。めっちゃ使えそう。これ、使用なのだろうか。せっかくなので、いろいろと試してみよう。戦技を使う武器と、臨場する武器を変えてみる。臨場する武器は、バレーの花束。一応、花束には普通に付与できるが、見栄えがいいので、選択してみた。戦技を使用する武器は、グレートソード。
特大剣でエンチャントし、花束に切り替えてみる。はぁ、なんじゃこれ、なんじゃこれ、なんかめっちゃ光ってる。モーションは花束だ。どういうわけか。グレートソードの形に光っている。どういうことなの？実際に使ってみよう。攻撃範囲がグレートソード。なんじゃこれ。気のせいならいいのだが、なんか攻撃範囲も光の分伸びている。これはやばい。リーチの短い武器にグレソエンチャント、これは流行る。普通なら届かない距離でもグレソ成立すれば届く。モーションは元の武器なので、武器によってはとんでもないことに。これ以上はやめておこう。トマトちゃんがフロムに消されてしまう。引き続き、いろんな武器でエンチャントしてみよう。両馬剣で整理すると。ちょっと伸びた。どうやら武器によって光の長さも変わるらしい。これはなかなか面白い。他の武器でも試してみよう。ダイオノはどうだろう。伸びず。大きいからといって伸びるわけではないようだ。大槌はどうだろう。ちょっと伸びた。法則がいまいちわからない。特大武器はどうだろう。これは期待できそうだ。はぁ、気持ち悪い。なんでそうなる。なんかものすごくいびつになってしまった。これ武器のカテゴリーごとではなく、それぞれの武器に合わせて変化するのかもしれない。ムチはどうだろう。ぐにゃぐにゃになったりして。変化なし。セスタスはどうだろう。あれ？すでになんかおかしい。これ、前回の成立を引き継いでいるっぽい。変化なし。まさかのセスタスの方がおかしいパターン。セスタスのように、小さめの武器を変化させた方が面白いことになりそうだ。次に、盾でも試してみよう。ちょっと黄色い。いびつな形ではないが、なんか、うっすらと光っている。これ絶対付与されてるやつ。
実際に殴ってみよう。付与されている。めっちゃ消滅した。この技、どうやらあらゆるものに付与できるらしい。遠距離武器はどうだろう。これに付与されたらいろいろやばいが。はい、付与された。もうすでに黄色い。試すまでもない。まあ、とりあえず普通のボルトを撃ってみる。してた。ボウガンにも付与できた。残るはこれだ。つえ。黄色い。付与された。これ以上は何も言うまい。どうせ全員にも付与されるだろう。これはやばい。ちなみに、他のエンチャント系戦技で試してみたところ、付与されない。理由は不明だが、同じようにやってみても、他の武器にも付与されることはなかった。もしかすると成立には、特別な何かが隠されているのかもしれない。これを利用して解けるギミックがあったりして。ちなみに、戦技成立は、アルター高原にある。祝福、捨てられた棺から北西に向かう。すると、スカラベがいるので、間違えた。当たらん。当たらん。倒して入手できる。ということで、今回は、戦技、成立の裏技についてご紹介した。正直、使用かバグか微妙なところであるが、なんとなく、バグの可能性が高いような気もする。使用することによって、何らかの不具合があるかもなので、使用する際は、自己責任で。おなしゃす。他にも面白い小ネタなどがございましたら、コメントや DM いただければ幸いです。ご視聴いただきありがとうございました。対人では使わないがち。